はい、ジダンです。本日、ユニークラブ2021マイクラブ、やっていきます。本日は、マッチデーの方やっていきます。試合の方をね、ちょっと動画で出していきたいと思います。今、8連勝中じゃないな。7連勝中かな。なんで、8連勝を目指して、試合の方やっていきたいと思います。まあ、チームの方はユベントスを選んでるんで、デルピエロ、ネドベド、クレムノが、補正かかってる状態でやっていきたいと思います。ちょっとね、まあ、冷凍戦をね、目指していく上で負けられない試合ってことでやってきます。じゃあ、開幕はキックオフボールはなさそうだな。ちょっと丁寧に守備してやっていかないと。ちょっと、うわ、これまず、ちょっとやばくねえか、この位置。直接は厳しそうだけど、なんか狙ってきそうだな。うわ、やっぱ来た。うわ、やば。うわ、やっそ、いきなりだよ。まあ、どうしようもないかな、今のは。まあ、ちょっと、キックオフで取り返していこう。ちょっとシュートバンバン打って、ネドブだ。お返しはできなかったか。まあ、まだ始まったばっかですね。ちょっとコーナーキックも狙って、もう一回、取られるか。ちょっとな、あれ、足遅いな。ジューベとシューバー、あんな足遅いんだっけ。まあ、ちょっと丁寧につないで確実に。ダメか。前向かせないようにして。オッケー。もう、拾いたいな。ちょっとまずいぞ。オッケー。前にボール運べてるから。まずまず、ここダメか、拾えない。拾ってクロス、ダメかな。惜しい。もうまだある。うわ、シュート、ダメか。やばい、カウンターがもうど真ん中空いちゃった。 OK、 ナイス、あった。カウンター怖えな。ど真ん中空いちゃうな。センターバック上げちゃうから。よし、シュートまで。外、OK。クロス、OK、ナイス。ルンメニケかな。いいね。ルンメニケいいな。やっぱヘディングも強いもんな。とりあえずは1対1。ここをちゃんと守って、次の1点につなげたい。中で立って、もう一回、ダメか。ちょっと縦パス簡単に通させすぎかな、守備は。腰振り。ここから、前に、OKOKOK、シュートまで。惜しい。デルピロ。ルンメイゲ、ナイス。OK、ナイス、クリロン。逆転。チェフよく止めたな、でも一発目。止めるか、ちょっと距離あったし。ちょっとカウンター、OK。キックオフゴールはきついからな、取り返されると。絶対リードで返す。かといって1点取りに行くと、まだ。1点差じゃちょっとな。ダメか。取れないか。縦にボール出させないようにちょっとしないと。いやー、怖いな、この辺。1人。うわ、やば。うわ、だと思ったよ。フリーでクロスでベルカンプじゃなくて、ファンバステンの中だもんな。ファンバステン相変わらず強えな。2対2か。
ちょっと守備しっかり。危ない。オッケー。技術的なところもそうですけども、選手同士の連動が見事ですよね。いや、ちょっと立って本当通されるな。ちょっとこれ打ち合いの試合だよ。気持ちの入れ替えが素晴らしく早かったですね。ここからリズム良くなりますね。シュートまで行かせないようにしたい。ナイスナイスです。シュートまで行くと。いや、クリロナ。お、ナイス。あー、ちょっと流れた。うわ。惜しいな。やばい、カウンター。この監督、カウンターの監督だけど、カウンターした後カウンター食らうな。それが怖い。クリロナに当ててダメか。後半おダメだね。キーパーチェフか。立て。うん、オッケー、ナイス。シュートまで行くぞ。オッケー、フリー。シュートで終わる。うわ、マジ入んない。ちょっとコース甘かったな。オッサイか。フリーだったのにな、クリロナ。これ拾ってきたい。オッケー、フリー。縦横シュートまで。ああ単調すぎたな。コーナーから1点取りたいな。ディリフト。うわ全然コースが。まあディフェンダーがしっかり寄せてましたからね。ああもう後半入るな。これ難しいですよね。早く蹴らないかな。2分だからワンチャンあるな。一回カットして終わらしたいな前半。おしゃし終わらない。あーもう1分か。あーでかく来そう。効いた。クリア。オッケー。後半だな。2対2か。点の取り合いだな。ちょっと守備大事にしていかないと上上がれないな。あこのままかな。とりあえず相手も変えてこなそうだし、ルメニアはちょっと早めに交代だな。さあキックゴール。うわ無理っぽいな。カットしてカウンターにつなげたい。ルーベン・ディアス左サイドバック強えな。ちょっと個人的には嫌だな。お、やばい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 。お、打たすな。ナイスナイスナイス。もう、ナイス。フリ。ちゃんと、うわ、こういうとこなんだよな。オッケー、相手もミスった。そういうとこ、上手い人はミスってこないからな。うん、いや、広い。ダメ。オッケー。ちょっとミスに助けられてるな相手の。自分もミスってるけど。いや前向かすなよ。取れるぞ。 OK ナイス。もう簡単にシンプルにつないで。シンプルに。そうやって狙ってこう。 OK フリー。来るな頼む。 OK ナイス。よく頭で打った。足だったら多分キャッチされてたな。惜しい。逆転。逆転っていうかもう一回勝ち越しか。まルンメニュー変えてモラタ入れるか。モラタの絶好調はやっぱいいんだよな。さあもう一点欲しいね。ちょっと1点差は怖い。おしおしおしナイスネルブドフリー。
中、中いるぞ。こう、うーわ、もらった。ちょっとコース甘いな。威力も弱いけど。取ってこ、取ってこ。うん、怖いぞ。回戻して、落ち着かせよう。相手結構見てくるな。ちゃんと繋いでシュートで終わりたい。よしよしよし、中いるぞ。ああ、もうちょっと切り込んでもよかったかな。相手チェフだから低弾どっか縦、うわ、だって分かってても通されるんだよな。中頼むぞ。 OK、 ナイスキャンベル前。 OK、それでいい。ワンタッチで出してほしかったけど、まあいいや。シュートまで、クリロナ強い。オッケー、クリロナ中、ターン、デルピ、ナイス。デルピエロ意外にヘディングいけるな。ヘッダー持ってないのに。この追加点でかい。さあ、変えるか、フォーメーション変えちゃうかな。ビエラちょっとスタミナねえか。フリット入れた。あ、フリット相性ちょっとまだ低いな。ちょっとフリットはやめとくか。クルゼフスキー入れて、まあとりあえずこれでいくか。ドベドの代わりにこのフォーメーションちょっと初めてだから、どんな具合か確認しながらいくぞ。まあ中央は強いはずだけどな。最初のフォーメよりも固くはなってるはず、守備は。ここ、ああ無理か、抑えられたか。立ってきそう。ちょっと怖いな。キーパーダメか、コーナーか。ビエラとベッケン変えるか。残り絶対無失点。いや、危ね。時間使いながら丁寧に回していく。あ、ダメだ。よしよしよし。オッサイか。やっぱ後半スパサブのモラタは動きいいな。相手のスタミナがないっていうのもあるけど。やばい、コンセプトが何もついてねえ。まあいいや。リ、立っていって、そっと行かない。危ない、キーパー OK、 ナイス。80分、あと10分。はい、スローインから丁寧につないでいく。相手が来た、相手結構焦ってんな。結構プレスガン押しだな。はい、ムービングで上げてもらった。あー、中上げれないか。ロスっていうか、どこでやっとんねん。いやー、ゴールキックか。ちょっと1点入れさせたくないぞ、これは。もう前へ投げていく。カウンターだけ注意だな。 OK、 フリ、逆にショートカウンターだな。うわ、マジ当たっちゃうか。ちょっとシュートを生かせないように。OK、キャンベルいいね。ここシュートまで行くぞ、シュートまで。わあ、ちょっと中入っちゃった。いやー、下打ちしちゃったな。まあいいや。はい、立て、シュートで終わりたい。あ、ダメ、ダメか。よしよし、迷子、そっと縦走って、はい、クロス上げて、
もらった。うーわ、全然ダメだ、体勢がぐしゃぐしゃ。オッケー、勝った。4対2、8連勝目かな。あと2連勝でまた5連勝ボーナスで、初の、今シーズン初のエリート隊かな。開幕いきなり取れたのはちょっと、もうやっぱ気が緩んでるな。あそこでファールしちゃダメだよな。このゴールは大きな一勝になったんじゃないでしょうかね。このクロスからルンメニゲか。やっぱクロスポジ入れとくと違うのかな。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きして、一応今コンセプトクロスポジ入れてるんですけどね。ありがとうございました。ここルンメニゲよくかっさらったな。動き出しがやっぱ違うな、ルンメニゲ。 AI が優秀すぎる。あ、これね、ファンバスで、まあ、フリーでクロス上げられたらな。で、ファンバスでもフリーだしな。で、3点目が、クリロナ、どうだっけ、これ。ネドベド、あー、これか。フラするね。クリロナがヘッドで。頭で打ったやつ。ラインブレーカー並みの動きだし、足だったらちょっと多分キーパー当てたから、頭でいったのは正解だね。でデルピエロいいね。クリロナクロスも良かったけど、これデル、なんかジダンからパスもらったようなヘディングだなって感じで終了。4対2。まあ完勝ってほどでもないけど、まあ危なげなく勝ったってことでね、8連勝で、レートがいくつだっけ、761。じゃあまたね、よければ見てください。では。